はい、こんにちは。今日はですね、着物の時に履く履物、草履、セッター、下駄、そういう類のもんですよね、についてお話ししようかなと思っております。ちょっとね、再生リストの方が、脳のくくりで、作っておりますんで、これちょっと新しく、着物についてこの間買ってきたような、お安く買った着物のお話とか、着付けのお話とかね、そういうのをちょっとカテゴリーを変えて、作り直そうかなと思っております。で、その中の一つなんですけれども、その履物についてお話ししております。私のこのチャンネルですけれども、こういう着物の関係、初めて着物を着られる方にとって、言ったらね、ちょっと日本の伝統を重んじられる方からすると、ちょっと、それは違うんじゃないかと言われることもあると思います。でも、結局そこに固執しすぎると、今の着物文化の衰退みたいなものになってくると思うんで、自由に着物を着れるようになってもらう、そういうふうな、イメージというか、コンセプトで、作ってる動画。で、脳のこと、型であるとか歌いであるとか、表紙であるとか、そういうふうな、あるいは小物とかね、そういうふうなものを出している動画で、ヤギくん、サバンナのヤギくんと周一交互に出しているトーク、オペラの演出家釣りさんと出しているトークで、それ以外の、なんかキャンプとか、あんま関係のないような、動画と出ておりますけれども、できましたらチャンネル登録の方をしていただいて、お待ちいただきますと、週のうち何本か出てきますんで、また見ていただけたらいいなと思っております。ではですね、早速この草履一回並べてみますんで、どんな感じになっているのか、正直行差あります。それを見ていただこうかなと思います。はい、こんな感じでちょっと並べてみました。何足あるのかな、15足ほどあります。多分ね、まだもうちょっと探したらあると思うんですけど、まずね、ちょっとこっち側からいきます。はい、ちょっとね、日向で撮ろうとしたらめっちゃ暑かったんで、ちょっと日陰に移動してきました。こっち側からちょっと見ていっていきましょうかね。この下駄ですよね。で、このシリーズとこのシリーズはちょっと横幅の大きいやつですね。それは3つあります。この辺下駄ですね。表面がその竹のこのザラザラしたやつか、霧のつるっとしたやつか。で、鼻緒はいわゆるこうビロードですよね。で、正直ね、今こう下駄ってあんま僕履かないんですよ。痛くなっちゃうんで、あんまり履かないですね。で、これが、同じような感じなんですけど、ちょっと細いタイプですね。幅の細いタイプで、こっち側がこれがね、僕が作ったオリジナルの下駄です。見えますかね、ドーメルっていうスーツの、ブランドの生地の一番端っこにあります、タグみたいなやつですね。ネームが入っているやつで、それをですね、スーツのオーダーをスーツをされているところで、いただいてきて、で、それを鼻緒にした、オリジナルのドーメル下駄です。で、これから、ここからがね、セッタと言われるやつになるんですけど、これはもうちょっとなかなか、履いてない、もう古くなったやつなんですけど、一番最初の頃に僕が買った、草履です。酒袋の生地で、ちょっと、おしゃれな感じでいいなと思って買いました。だいぶ古くなってるんで、ちょっとこのね、ここの下のところなんかがもう取れちゃってますね。で、もうこれはもうちょっと現役から退いてはる感じです。
で、これがね、なんて書いてあるのかな、ちょっとね、わからないんですけど、これもいただいたんですよね。なんか、その着物関係のお仕事されてる方が、まあ、グループで、こうちょっと新しいものをっていうので試作で作られたみたいで、形がちょっとこう靴っぽい形になってるやつです。で、これがカレンプロッソの草履ですね。これが出た時ね、ちょっと感動を覚えたんを覚えてますわ。それまでの草履ってね、やっぱりね、下がこう硬くって、スニーカーとかに慣れてる僕らからすると、やっぱり腰が痛くなったりするんですよね。で、それが、これが出た時に、このソールといいますか、ちょっと柔らか硬いといいますかね、クッション性のあるソールで、それでいてなんかこう おしゃれな感じで、っていうこの草履が出た時は、相当に、ショックといいますかね、あ、こんなんが出たんやと思って思わず買いました。で、これね、ちょっともうこれも古くなってきたんであんまり履いてないんですけれども、あるね、方のお葬式の時に、まあ、着物で、外の受付かなんかをしてたんですけど、その時に冬場やって寒かったんで、いわゆる貼る靴下用のカイロありますよね。あれをここに貼って、そこで仕事をしてたら、剥がしたらなんかこんなちょっと、白いのがついちゃったんですよね。まあ、そんな思い出がある草履です。で、これがね、次、今一番現役で使ってるやつ、これがよりソールが柔らかくなって、コルクが入ってるやつですね。これが、まあ僕走れる草履って言ってるんですけど、これが今一番現役で使ってる草履です。こんだけソールが、の厚みも違いますし、滑り止めといいますかね、こういうのもついてるんで、まあ、例えばちょっとツルツルのホテルの、雨の日にホテルのロビーとかで滑ることがない、そういうふうな、非常に、まあ、今に合う、履きやすい草履です。で、次はね、これがね、迷彩柄です。これは、いわゆる革の昔からの草履で、ソールも薄いんですけれども、これは、模様が気に入って、買いました。迷彩好きとしては、一足持ってたい草履かなと。で、これがですね、これ自体は、着物用ではないです。多分確かね、これね、バリ島か、タイやったかな、ちょっと記憶に吐きわかんないですけど、要は東南アジアで旅行に行った時買った草履なんですよ。で、僕ね、このゴム草履ってここの鼻緒といいますかね、ここのところがどうしても肌が弱くって、ここら辺のところがね、擦れて赤くなっちゃって、あるいはもうなんていうか肌がこう切れちゃうんで、あんまり履かないんですけど、これちょっと柔らかくていいなと思って買ったんですわ。で、結果これね、ゴム草履として使うんじゃなくって、海外に行くとき、海外公演とかに行くときに重宝してます。ゴムなんで、ゴム草履なんでめっちゃ軽いんですよね。で、やっぱ荷物行くときとかは洋服で行きますんで、向こうで着物で何か作業したりとかするときには草履があった方がいいと。で、ちょっとしたこう和風な柄でもありますから、着物に入っててもそんなにおかしくないんですよね。で、それでいてもともとゴム草履なんで、普段のホテルの中とかに履くにも最高の状態なんです。で、これはもう海外専用に今僕が持ってる草履です。で、ここから4つが、うちの祖父のと僕のもあるんですけれども、いわゆる昔からの畳表の草履です。裏も革で、もうこの辺とかになってくると、だいぶこの、おじいちゃんのですんで、アクみたいなのが出てきてるんですけれども、まあ、こういう風な、冠婚葬祭用の、草履もあります。今、ざっと見ていただいたら分かるんですけれども、こんな感じです。まあ、う
ちに今僕が持っている草履あるいは下駄履物の類をずっと並べてみたんですけれども、まあ、これから着物とかを買われる時に参考になったらいいかなと思うんですけれど、はっきり言いまして今、僕生活していく時にこのシリーズ、いわゆる上等なんですけれども、本物のシリーズですよね。これはね、履く時も少しちっちゃめ、かかとを出すような感じにして履きますし、ソールも硬いんで、正直もうしんどいんで、あんまり履く機会はないです。やっぱりそれに対してこっち側の、この3つぐらい、ソールがちょっとコルクであったりとか特殊な、ウレタンみたいな感じで、柔らかい素材で高反発のものなんかは、普段に履くには非常に重宝するかなと思います。で、こうやって見てもらったら分かるように鼻緒とかも遊べるんで、インデンにしたりとか、まあ、模様のものであったりとか、いろいろできると思います。で、まあ、下駄シリーズもこんな感じで、鼻緒自体は、まあ、おそらく自分の好きな生地を持って行っても、できるところがあると思いますんで、そこで、まあ、お気に入りの生地みたいなものがあれば作ってみられたらいいかなと思います。いかがでしたでしょうか。まあ草履、セッター、下駄、言い方はまあいろいろありますけれども、履物です。です。そういうふうな僕が履いている履物を少しでも参考にしていただいて、草履で、絶対ね、最初買われたやつってね、まあ、不備があるって言ったら変ですけど、その草履側に不備があるんじゃなくて、自分とのマッチングですよね。自分はこういう感じで、こういう時に履きたい。だけれども、ちょっと履いてみたらちょっと違うっていうのは絶対に出てきます。なんで僕もこんなにたくさん草履があるかって言ったら、自分に一番合ったのを探すためにずっとこういくつか買ってきてた部分もあるんですよね。ですので、そういうふうに一回で決まるもんではないと思います。で、今はそれこそ高いものになってきたら10万円以上のものもありますけれども、割と、いろんなところで探すと安くに買えることもありますんで、まず一旦そういうのを履いてみられるか、ちょっと中ぐらいのものを買うと、なんて言いますかね、これが自分に合ってるんじゃないかなっていう目安みたいなものが、出てくると思います。というのも足の甲って僕は特に足が高い、甲が高いんですよね。で、足の甲とか足のこの、長さもそうなんですけれども、こう横幅みたいなものも非常に関与してきます。靴だったらある程度その辺カバーしてくれるんですけども、草履って鼻を一本で支えているんで、そこら辺のところが自分に合ってないやつだったらずっとね痛いんですよね。特に最初なんかはこう鼻をってこうギュッとこの草履の土台にピタッとくっついてるような感じですから、ここをグッとこう引っ張って履かないと、まあ特に夏場、浴衣なんかで、お祭りとかに、出られる時によくあることですけれども、初めて買った草履を裸足で履く、そしたらもう擦れて擦れてめっちゃ痛いっていうのがよくあります。ですんで、まあ、例えばそういう時は足袋を履くとか、こう鼻緒の素材をよく見てもらって、これ伸びそうやなと思うようなやつやったら、それでグッグッとこう自分で手でこう伸ばしてもらうとか、そういうふうなことをして自分の足に合ったものを買う、あるいは合ったものに、仕上げていく、そういうふうな、ことをしてもらうと、着物ライフみたいなものがこうより良くなっていくかなと思いますので、少し参考になっていただけたらいいなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。